てるよ。フリボリティで出演していた子だ。その時はゾーイ・カリスブルックと名乗ってたけど、確か戦前に結婚したはずだ。ヘイスティングス、下に行ってお客さんの悩みを聞いてきてくれないか。ポアロは今忙しいからと言ってな。はいはい。ロジャー・ヘイバリングは40歳くらいの男で、身なりもよくスマートな外見をしていた。しかし顔はやつれており、明らかに動揺している様子だった。ヘイスティングス隊員ですか？ムッシュ・ポアロのパートナーの方ですよね。とにかく今日中に私と一緒にダービーシャーに行ってくれませんか？残念ですがそれは無理ですと僕は答えた。実はポアロはインフルエンザで寝込んでるんで。彼はかなりがっかりしたようだ。そうなんですか。これ困ったな。ずいぶん深刻そうですね。そうなんです。親友でもある私の叔父が昨夜殺されたんです。なんだって？それロンドンで？いえ、現場はダービーシャーです。今朝私はロンドンにいて妻から電報を受け取ったんです。それですぐにここに駆けつけて、ムシポワロにこの事件を依頼することにしたんです。オッケー、ちょっと失礼。僕は突然思いついてこう言った。僕は急いで2階に上がり、ポワロに要点だけを説明した。彼は途中で僕の話を遮った。なるほどなるほど、要は自分が行きたいんだな。よし、いいだろう。私のやり方はもう知っているはずだ。私が君にお願いしたいのは、毎日何があったのかを報告し、私のどんな指示にも黙って従うことだ。そして1時間後、僕はロンドン発のミッドランド鉄道の一等車両でヘイバリング氏の向かいに座っていた。ヘイスティングス隊員、最初に言っておきたいのですが、私たちが今から向かうハンターズロッジがその悲劇の現場なんです。そこはダービーシャームーアの中にある小さな漁師小屋に過ぎないんです。私たちの住まいはニューマーケットの近くにあり、季節によってはロンドンのアパートを借りています。ハンターズロッジには家政婦さんがいて、週末に出かけるときは必要なことは全てやってくれるんです。もちろん狩猟シーズンにはニューマーケットから使用人を呼び寄せますが、私の叔父ハリントン・ペイスは、ご存知かもしれませんが、私の母はニューヨークのあのミス・ペイスです。叔父はこの3年間私たちの家に住んでいます。父や兄とは仲があまり良くなかったんですが、私とは随分親しくしてくれたんです。私が放蕩息子だったので馬があったのかもしれません。見た通り私は貧乏人ですが、叔父は金持ちでした。だからそのお金を出してくれていたんです。叔父はなかなかに厳格な人ではありましたが、付き合うのはもちろん嫌ではなかったので、私たち3人はとても仲良く暮らしていたんです。2日前、叔父が最近のロンドンの喧騒に疲れたから、1日か2日ダービーシャーに行かないかと言いました。妻が家政婦のミセス・ミドルトンに電報を打って、その日の午後私たちはダービーシャーのハンターズロッジへ出かけたんです。昨日の夕方、私は用があってやむなくロンドンに戻ったんですが、妻と叔父はそのままハンターズロッジに残りました。そして今朝この電報を受け取ったんです。彼はそれを僕に手渡した。そこにはこう書かれてあった。すぐに来て。ハリントンおじさんが昨夜殺された。優秀な刑事を連れてきて。とにかく急いで。なるほど。ではまだ詳細は知らないということですか？はい。でももう勇敢に乗ると思います。間違いなくもう警察が来ているでしょうから。エルマーズデールの小さな駅に着いたのは3時頃だった。そこから5マイルほど走ると、荒涼とした湿原の中に灰色の石造りの小さな建物があった。随分と寂しいところですね、と僕は言った。
ロジャー・ヘイバリングはうなずいた。ここは処分することにします。もう二度とここには住めません。門の鍵を開け、狭い道を歩いてカシノキの扉に向かおうとすると、見覚えのある人物が現れ、僕たちを迎えに来てくれた。ジャップと僕は叫んだ。スコットランドヤードの刑事は親しげに僕に笑いかけ、それからヘイバリングに話しかけた。あなたがヘイバリングさん？私はこの事件を担当するためにロンドンから派遣されてきたんですが、よろしければお話を伺いたいんですが。ねえ、私の妻は。なあ、奥さんね。奥さんにはもうお会いしました。あとそれに家政婦さんも。あまり時間がないんです。もう見るべきものは全て見たんで、私もそろそろ帰りたいんですよ。私はまだ何も。ああ、その通りと、ジャップはなだめるように言った。だしかし、一つか二つの小さな点についてあなたの意見が聞きたいんです。ヘイスティングス大尉は私の知り合いなんですよ。先にあなたの家まで行ってもらって、奥さんにあなたが帰ってきたことを伝えてもらいましょう。そんなわけで僕はハンターズロッジへ向かった。ドアが閉まっていたので僕はベルを鳴らした。しばらくすると黒い服の中年女性がドアを開けてくれた。ヘイバリングさんはすぐに来ますよと僕は説明した。彼は今刑事さんと話をしているところなんです。僕はこの事件を調べるために彼と一緒にロンドンからやってきました。昨夜の出来事を簡単に教えていただけませんか？まあどうぞ中にお入りください。彼女は僕の背後でドアを閉めた。そこは薄暗いホールだった。昨夜の夕食後でしたわ。その男が来たのは、彼はペイスさんに会いたいと言ってきたんです。喋り方がペイスさんと似ていたので、アメリカのご友人かと思ったんです。私は彼を銃器室に案内してペイスさんにお知らせしました。そのお客さんは名前を言いませんでした。今思えばちょっと変ですよね。それでペイスさんに伝えたんですけど、ペイスさんはちょっと困った顔をしてゾーイ奥様に言ったんです。ちょっと失礼するよゾーイ、とりあえず要件を聞いてくるよって。ペイスさんはそれで銃器室に行ったんです。私は台所に戻ったんですが、しばらくすると喧嘩をしているような大きな声が聞こえたので広間に戻ったんです。そしたらゾーイ奥様も出てきて、そこで銃声がして、それから恐ろしいほど静かになったんです。二人で銃器室の扉に駆け寄ったんですが、鍵がかかっていて仕方なく窓の方に回りました。窓は開いていて、中には撃たれて血を流しているペイスさんがいたんです。なるほど。それでその男は？私たちが行く前に窓から逃げたようなんです。窓から逃げた。それから？はい、ゾーイ奥様の指示で警察を呼びに行ったんです。5マイル歩きましたわ。警官は一晩中いてくれました。それで今朝ロンドンの刑事さんが到着されたんです。それでそのペイスさんに会いに来た男というのはどんなやつだったか覚えてますか？家政婦は少し考え込んだ。黒い顎ひげを生やしていて、中年くらいで薄手のコートを着ていました。アメリカなまり以外は特に特徴はありませんわ。なるほど。ではゾーイさん、ヘイバリング夫人にはお会いできますか？はい、彼女は2階です。お伝えしましょうか？ぜひお願いします。ヘイバリング夫人には、旦那さんはジャップ刑事と外にいますが、ロンドンから一緒に来た男が早急にあなたと話したがっていると伝えてくれますか？かしこまりました。僕は事実を全て明らかにしなければならないという焦燥感に駆られていた。ジャップは僕より 2,3 時間早く捜査に取り掛かっている。とにかくあいつの捜査に追いつかなければ。ヘイバリング夫人は
僕を長く待たせることはなかった。数分後、階段を降りる軽やかな足音が聞こえ、顔を上げるととても美しい若い女性がこちらへ向かってくるのが見えた。彼女は赤色のジャンパーを着ていて、華奢でボーイッシュな体型を引き立てていた。美しい黒髪に赤色の革製の小さな帽子をかぶっている。この悲劇があっても彼女の個性が衰えることはないようだ。僕が自己紹介をすると彼女はすぐに理解してうなずいた。もちろんあなたとご同僚のポアロさんのことはよく存じておりますわ。お二人は素晴らしい業績を残されていますわね。こんなに早くあなた方にご依頼できるなんて、主人もなかなかやるものですわ。ではご質問をどうぞ。それが一番簡単な方法でしょ。この恐ろしい事件について知りたいことを知るには。ありがとうございます、ミセス・ヘイバリング。その容疑者の男がやってきたのは何時頃か覚えてらっしゃいますか？9時前だったと思いますわ。夕食を終えてコーヒーとタバコを楽しんでいた時です。ご主人はもうロンドンへ？ええ、6時15分の列車で。彼は駅まで車で行ったんですか？それとも歩いて？私たちの車はここにないんです。エルマーズデールの駐車場から汽車に間に合うよう迎えに来てもらったんです。フェイスさんのご様子はいつもと同じでしたか？ええ、全くいつも通りです。ではこの容疑者の男について何か特徴などを説明できますか？残念ながら見ていないんです。家政婦のミセス・ミドルトンが住居室に案内しておじに伝えたものですから。おじさんは何と？あの人は迷惑そうな顔をしていましたが、すぐに会いに行かれました。それから5分ほどして大きな声が聞こえてきたんです。私は廊下に飛び出してミセス・ミドルトンとぶつかりそうになったんです。その時銃声が聞こえたんです。住居室の扉は内側から鍵がかかっていたので、家の外を回って窓まで行ったんです。もちろんそこに行くまで時間がかかりましたから、その間に犯人は逃げてしまったんです。かわいそうなおじさん。彼女の声はかすれていた。頭を打ち抜かれていたんです。私はすぐに脈を確認してミセス・ミドルトンにすぐに警察に行くよう言いました。私は部屋の中で何も触れないようにして見つけたままの状態にするよう気をつけました。僕は納得してうなずいた。ミセス・ヘイバリング、彼を死に追いやった銃のことなんですが。おおよその見当はついています、ヘイスティングス隊。夫のリボルバーが2丁壁にかかっていたんですが、片方がなくなっているんです。私が警察に指摘したらもう片方を参考に持ち帰られました。叔父の遺体から弾丸を取り出せばはっきりするんでしょうけど。住居室を見せてもらってもいいですか？もちろんどうぞ。もう警察の調査は済んでいますから、遺体ももうありませんわ。彼女は僕と一緒に犯行現場へ向かった。その時ヘイバリングがホールに入ってきた。夫人は謝りながら彼に駆け寄った。それで僕は一人で調査をすることになった。だが正直なところかなり期待外れだった。探偵小説では手がかりがたくさんあるが、ここでは死者が倒れたと思われる絨毯の上に大きな血痕がある以外、普通とは思えないようなものは何も見つからなかった。僕は丹念に全てを調べ、持ってきた小さなカメラで部屋の写真を何枚か撮った。窓の外の地面も調べたが、ひどく踏みつけられたようで時間をかけても無駄だと判断した。これでハンターズロッジの見るべきところは全て押さえた。エルマーズデールに戻ってジャップに連絡を取らねばならない。そうして僕はヘイバリング夫妻と別れ、駅から乗ってきた車に乗ってハンターズロッジを離れた。ジャップはマトリックアームズで僕を待っていた。そうしてすぐにペイス氏の遺体に会わせてくれた。ハリントン・ペイスは小柄でひげを剃った典型的なアメリカ人であった。後頭部を撃ち抜かれ、リボルバーは至近距離から発射されていた。
ちょっと目を離した隙にその容疑者の男がリボルバーを奪って彼を撃ったんだとジャップは言った。ヘイバリング夫人から借りたもう片方の銃には弾が入ってたんだ。実に愚かなことをする。弾の入った2丁のリボルバーを壁に飾っておくなんて、これだから素人は。で、この事件どう見てるんだ。暗い雰囲気の遺体安置所を後にして僕は尋ねた。実を言うと、ヘイバリングには目をつけてたんだ。僕が驚いているのをよそにジャップは続けた。ヘイバリングは過去に一つか二つおかしな事件を起こしてるんだ。奴がオックスフォードにいた頃、父親の小切手のサインにおかしなことがあったんだ。まあもちろん全て隠蔽されているが、そして今は多額の借金を抱えてる。叔父には相談しにくい借金だ。そして叔父の遺言は彼にとって有利なものだ。つまりそういうことだ。我々は奴に目をつけていた。だから奴が妻に会う前に話をしたかったってわけだ。だがしかし、あいつらの供述は完全に一致していた。俺は駅に行って調べたが、奴が6時15分の列車で出発したことは間違いない。だからロンドンに着くのは10時半頃だ。奴はクラブに直行したと言ってる。もしそれで間違いないなら、黒ひげを生やして9時にここでおじさんを撃つなんてことは不可能だ。ああ、それだ。そのひげについて君がどう考えてるのか聞こうと思ってたんだ。ジャップはウインクした。エルマーズデールからハンターズロッジまでの5マイルで急に伸びたんじゃないか。アメリカ人はほとんどひげを剃ってるよな。先に家政婦さんの話を聞いて、それからヘイバリング夫人に話を聞いたんだが、彼女らの話は全て一致した。ああ、しかしヘイバリング夫人がその男を見なかったのは残念だ。彼女は賢いから何か手がかりになることに気づいたかもしれない。僕は腰を据えてポワロ宛に詳しい報告書を書いた。手紙を投函する前にさらにいろいろな情報を追加することもできた。弾丸は警察が持っているのと同じ大きさのリボルバーから発射されたものであることが証明された。さらにヘイバリング氏の当夜の行動を調べ検証した結果、彼が実際に問題の列車でロンドンに到着したことが疑いなく証明された。そして第3にセンセーショナルな展開があった。イーリングに住むとある人物がその朝地元の駅に行くためにヘブングリーンを横断していた時、手すりの間に茶色い紙の小包が挟まっているのを発見した。開けてみるとそこにはリボルバーが入っていた。彼はその小包を地元の警察署に届けた。夜までにそれは我々が探していたあのリボルバーで、ヘイバリング夫人が貸してくれたものと同じ型であることが証明された。そしてそこから一発の銃弾が発射されていた。以上を報告書に追記した。翌朝朝食中にポアロから電報が届いた。もちろん黒ひげの男はヘイバリングではない。そんなことを考えるのは君かジャップだけだ。家政婦の情報を送ってくれ。今朝はどんな服を着ていた。ヘイバリング夫人についても同様だ。室内の写真を撮るのは時間の無駄だ。露出が足りていない。芸術的とは言い難い。ポアロの文面は不必要にふざけているように思えた。またこの事件を調査するのに十分な環境が整っている僕の立場を少しばかり妬んでいるようにも思われた。二人の女性が着ていた服の説明を求めるのも僕にはバカバカしいとしか思えなかったが、まあ一応言われた通りできる範囲でだがそれに答えた。11時、ポアロから返事が来た。手遅れになる前にジャップ家政婦を逮捕するよう忠告しろ。僕は唖然としながらもジャップに電報を持って行った。
彼は息を潜めて小さく悪態をついた。何？ねえ、ムシポワルはすごいやつだ。彼がそう言うなら何かあるんだろう。それに俺はその家政婦にほとんど注意を向けてなかった。さすがに逮捕はできないが、見張らせるくらいはできる。とりあえずすぐに行ってもう一度会ってみるか。しかしもう手遅れだった。ミセス・ミドルト、あの物静かなごく普通の中年女性は忽然と姿を消してしまったのだ。彼女のトランクは残されていた。その中には普段の服しか入っていない。彼女の身元や居場所を知る手がかりもない。僕たちはヘイバリング夫人からできる限りのことを聞き出した。3週間ほど前に彼女を雇ったんです。前の家政婦のミセス・エメリーが辞めたものですから。彼女はセルボーン夫人の紹介で来ました。有名な仲介業者ですわ。うちの家政婦は全てそこからの紹介なんです。何人か面接をしましたが、ミセス・ミドルトンが一番感じが良かったのと、それに彼女は立派な紹介状も持ってらしたわ。私はその場で彼女と契約し、仲介のセルボーン夫人にもそのことを知らせました。彼女に何か問題があったとは思えません。とても静かでいい女性でしたわ。これは確かに謎の多い事件だった。発砲の瞬間、ヘイバリング夫人がホールで一緒にいたので、この女性自身が犯罪を犯したわけではないことは明らかだが、それでも彼女は殺人と何らかの関係があるはずで、でなければなぜ突然キビスを返して逃げ出したのか。僕はポアロに状況を電報で伝え、ロンドンに戻って仲介業者のセルボーン事務所に問い合わせることを提案した。ポアロの返事は早かった。仲介業者に問い合わせても無駄だ。彼らは彼女のことを聞いたことがないだろう。彼女が最初にハンターズロッジに到着した時、どんな車に乗ってきたのかを調べろ。不思議に思いながらも僕は素直に従った。エルマーズデールの交通手段は限られていた。地元のガレージには2台の車があり、馬車も2台あった。この日はそのどれもが使われていなかった。ロンドンの仲介業者に問い合わせたところ、ポアロの予言が正しかったことも付け加えておく。ミセス・ミドルトンという女性は存在しなかった。ヘイバリング夫人の家政婦募集を受け、様々な応募者を送ってはいた。そしてヘイバリング夫人は仲介手数料を送るとき、どの女性を選んだかは書いていなかったのである。さてさて、視聴者諸君、この時点で一旦物語を中断し、自分なりの謎解きを行い、名探偵エルキュール・ポアロにどれだけ近づけるか挑戦してみてはいかがかな。少しばかり落胆して僕はロンドンに戻った。ポアロは暖炉のそばの肘掛け椅子に腰掛けていた。彼はとても愛想よく僕を迎えてくれた。モンナーミ、ヘイスティングス、無事に戻ってきてくれて嬉しいよ。私は君にとても親しみを感じているんだ。楽しんできたかね。ジャップと駆け回ったんだろう。尋問や調査は思う存分できただろうね。ポアロ、今回の事件はまさにダークミステリーだと僕は叫んだ。そうだな。確かに私たちはこの事件で栄光を手にすることはできないだろう。その通りだよ。難しい問題だ。ハードナットゥークラックだ。ふん。私はナッツを割るのは得意だ、ヘイスティングス。それはもうリスのように。あ、ジョークだよ。そんなことよりハリントン・ペイス氏を殺した犯人はもう分かっている。分かってるって？なぜ分かったんだ？私の電報に対する君の明快な回答が真実を教えてくれたんだ。いいか、ヘイスティングス、順を追って事実を吟味するんだ。ハリントン・ペイス氏はかなりの資産を持つ男だ。
彼の死後は間違いなく遺産は甥に渡るだろう。ポイントは、彼の甥はよくよく金に困っている。ポイント2、甥はまた道徳的に緩い人間であることが知られている。ポイント3。ちょっと待て、ロジャー・ヘイバリングはロンドンへ直行したと証明されているじゃないか。その通りだ。したがってヘイバリング氏は6時15分にエルマーズデールを出ており、ペイス氏は彼が出る前に殺されたはずがない。さもなければ医者が死体を調べた時に犯行時刻が誤っていることを見抜いたはずだ。我々は極めて正しく、ヘイバリング氏は叔父を撃たなかったと結論付けることができる。しかしヘイスティングス、ヘイバリング夫人がいるではないか。それはありえない。撃たれた時彼女は家政婦と一緒だった。うん、そうだ、家政婦だ。しかしその家政婦は姿を消した。そのうち見つかるさ。いや、見つからないね。あの家政婦は何か引っかかるものがある。そう思わないか。思うだろう。彼女は自分の役割を果たして、そして間一髪で逃げ出したんだろう。ふん、彼女の役割とは。そうだな、彼女の共犯者である黒ひげの男を家に入れた。いやいや、それは彼女の役目ではない。彼女の役目は君が言った通り、銃撃された時の夫人のアリバイを作ることだ。そして誰も彼女を見つけられない。なぜなら彼女は存在しない。シェイクスピアの言葉通り、そんな人はいない。それを言ったのはディケンズ。まあそれは置いといて、どういうことなんだポアロー。ゾーイ・ヘイバリングは結婚前は女優だった。君とジャップは家政婦を暗いホールで見ただけだ。黒い服を着た中年でかすれた声の女、君もジャップもその家政婦が連れてきた地元警察もミセス・ミドルトンとミセス・ヘイバリングを一緒に見た者がいない。つまりそういうことだ。あの聡明で大胆な女性にとってはそれは子供騙しのようなものだ。ヘイバリング夫人を呼び出す口実で2階に駆け上がり、急いで赤いジャンパーを羽織り、灰色のかつらをかぶって、さらに黒いカールのついた帽子をかぶった。そして手際よくルージュを一塗りすると、澄んだ歌声を響かせるゾーイ・ヘイバリングが登場する。二人が同一人物だってことか。待ってくれ、イーリングで見つかった銃はヘイバリング夫人が置いたのか。いや、それはロジャー・ヘイバリングの仕事だった。そのおかげで私は事実にたどり着いたんだ。もしその場で見つけたリボルバーで殺人を犯したなら、普通はすぐにそれを投げ捨てロンドンまで持ち運ぶことはないだろう。動機ははっきりしている。犯人は警察の関心をダービーシャーから遠く離れた場所に集中させ、ハンターズロッジの近くから一刻も早く警察を遠ざけようとしたんだ。もちろんイーリングで発見されたリボルバーはペイス氏を撃ったものではない。ロジャー・ヘイバリングはリボルバーから一発発射してロンドンに持ち帰り、クラブに直行してアリバイを立証した後、鉄道でイーリングまで出かけたんだ。だいたい20分くらいだ。